こんにちは、生駒ふうぴです。新年明けましておめでとうございます。昨年は一昨年に比べるとかなりチャンネルの伸びが良く、その結果うまいこと発展していくことができたかなっていうふうに思っております。本当にありがとうございました。それを糧にね、今年も元気よくどんげいやってまいります。で、本日の内容なんですけども、前回の動画にてご紹介した接続機の V2.1 2.1、 ちょっと読み方よくわからないんだけど、そちらの関係者様であります無双造形様の方からですね、今回ひょんなことから新しくね、おうち太鼓用の基板をいただきまして、まあ、いただきましてというか、自分から企画の方に参加して結果的にね、受け取ることができたっていう形にはなるんですけども、そちらを使用してね、おうち太鼓の方をプレイしていく動画となっております。最近使っている基板に関しては旧筐体で使われてたものをそのまま販売されてた方から購入したんで、まあ、一応純正品なのかな。ですので、まあ、今回は純正基板と新しくいただいた無双造形様が、まあ、一から制作したドルフィンコートを用いた基板、本人からはよくガチャピン基板として紹介されてはいるんですけども、そちらの方の評価レビューみたいな感じでね、やっていこうかなって思います。本動画のレビューを見てちょっと気になった方はぜひね、ご本人様のDM なりなんなりで連絡してもらって、購入の方ご検討してくださると発展にもつながるので、何卒よろしくお願いします。 Let's go。
やば、なんか出た。